ふうたろう、手紙見てくれたんだ。ふうたろうに伝えたいことがある。食堂で言えたらよかった。どうしてもこの気持ちが誰にも聞かれたくなかったから、ちょっとだけ考えちゃった。そこまで言うならいい。待って、好き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 、抹茶ソーダ、意地悪するふうたろうには